皆さんこんばんは、FIM の時間です。 FIM では毎週木曜9時から復興を考える学生ソーシャルネットワークとして1時間の生番組を配信しております。配信場所に使わせておりますのは、青葉区北目町にある、ファイブブリッジの、クリエイティブスタジオごくりで、から配信しております。どうもよろしくお願いします。この間ちょっと気がついたことがあったんですけど、あの If I Am って今日で149回、おお、すごい、149回なんですよ。割り切れるかな、ね、割り素数かな。まあ、そしてまあまあ多分この後も宣伝あると思うんですけど、来週ね150回のなんと24時間配信があるということで、まあ5月10日9時夜9時から、次の日の11日、21時9時までということで、まあ、予定しておりますってことなんだけど、まあその100、まあ、20回ぐらいまで実はここのごくりじゃなかったんですね、配信場所がね。そうですね。そうそう、あの3階にあるその貸し会議室の方でファイブリッジの貸し会議室の方で配信してたんですけど、うん、そこの名前がね最近分かったんですよ。ああ、分かりましたね。でごくりっていうんですよね、この場所が。はい。でごくりって、まあ、何かって多分その5つ橋で、まあ、5に橋って書くじゃないですか、はい、だから5に、まあ、クリエイティブスタジオの多分頭文字を取ってごくりなんですよね。はい。なんですけど、まあ、3階に貸し会議室があるんですよ。名前何だと思います？ちなみに5階にある貸し会議室。3階行っちゃった。まあネタバレしたんだけど、あの3階なんですよ。つまり何て言うと思います？あのその3階のその貸し会議室の名前。え、なんだろう、なんですか。なんですか。あの、なんとですね、5階って言うんですよ。3階の貸し会議室なのに5階って言うんですよ。怖いよ。ちょっと滑った感があるんですけど、じゃあ自己紹介します。東北大学修士2年の菊池亮です。よろしくお願いします。ね、今日ちょっと新顔がいるんですけど、あの自己紹介とかしていただいてもよろしいですか？はい。東北学院大学教養学部3年の野村薫と申します。初登場ということで、よろしくお願いします。はい、嬉しいですね。僕があの無理やり来てって、汚いとかなんかさ、カメラ移動するなら言うな。そんなね、はい、ということでは言います。なんですが、今日の企画の方に、まあ、そんな感じでオープニング終わったって形でいきたいと思うんですけど、本日の企画はなんと第2回仙台女子会です。イエイ。はい、拍手。はい、カメラどこ向いてんだよ、それ。あ、どこか。そう、これです。第2回仙台女子会です。イエーイ。で、今日のテーマなんですが、まあ、ジェンダーっていうことでちょっと、まあ、話をしていきたいかなと思います。ということで、本日あのチラチラ映ってる青瀬さん、お待たせいたしました。はい、あのちょっとゲストをね、お二人お呼びしております。なんでちょっと自己紹介の方とかしていただいてもよろしいでしょうか？はい、東北大学教育学部4年の伊藤千秋と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、東北学院大学教養学部2年、阿部のぞみです。よろしくお願いします。っていう感じで始まりました。はい。すいません、本当こんなとこにいて。前ね、第1回仙台とか、あのなんか助走して出たんですけど、ね、あ、今日はあのフラットに行きたいと思います。あれ まあ大丈夫です、はい、OK。 まあすごくあの今日、まあ、第2回仙台女子会議ってことで、もうこれ僕すごくね、ずっとやりたかった企画なんですけど、あのまあね、あの実はお二人、今日お呼びした2人、ゲスト2人っていうのが、去年何ですか、あの名前は何ですか、あのプロジェクトの名前って、9月にってプロジェクトの名前って何だったんですか？書いてあるんですけど、はい、まあ、ノルウェー王国視察研修っていうやつのプログラムにお二人これ参加してきて、その話を報告会を僕聞きに行った時に、あ、これなんか EFIM とかでできたらいいなと思って、それ去年の9月ぐらいに報告会があったんですけど、そこからなーなーになり、今の時期に、はい、やるってことなんですけど、まあでもね、半年経ったからこそ、まあ、その経験を生かして今何してるかとか聞きたいなとか思うので、そんな感じで今日は進めてまいりたいと思います。
はい、お願いします。お願いします。ということなんで、じゃあなんかそのノルウェー王国、ノルウェー王国視察研修について少し概要を話してみましょうか。はい、はい、緊張しないで大丈夫だよ。緊張してしまってはい、すいません。実は震災後に大が提携を結んで、震災復興 の, 一部としてある基金が設立されたんですね。基金がね、はい、復興のための女性リーダーを育ててくださいというような、はい、被災地のリーダーを育ててそれでって感じですね、はい、そうですね。というのもノルウェーは男女共同のすごく進んだ国で、そういうところから仙台もかなり勉強にこう交流があったんですよ。交流があったの、もともとあったの。そう、もともと市民団体なんかを通して交流があって、その交流が生きてこの基金につながっているというような感じです。へえ、そうなんですね、はい、そういう2人もリーダーになるって感じですか。なれたらいいなまあそんな感じですね。ということで、まあ、そんな2人に行ってきたこと、まあ、売ってきた2人なんですけど、やっぱ全然違いますよね、日本とノルウェーって。でその中でなんか印象に残ったこととかを最初に話してもらおうかなと思うんですけど、どうですか。そうね、一番違うなって思ったのはやっぱ制度です。制度、うん、ちなみにどんな感じの。クォーター制と、あと、育児休暇、パパ育児休暇っていうのは私の中ですごく日本と違うなと思ってて、クォーター制っていうのが、ノルウェーの国会議員の4分の1どちらかの性別の議員を入れなきゃいけないっていう制度があるんですよ。4分の1？ そうなんです。つまり100人、国会議員がいたら25人以上は男性か女性じゃないといけない。そうなんです。一応ノルウェーではその4分の1側が女性なんですけど、でも、絶対4分の1はいるっていう状態、今は。っていうのと、あとパパの育児休暇、今はだいたい14週ぐらい。14週、うん、14週って何ヶ月？4ヶ月、3ヶ月ちょい、うんうんうん、誰も正確なことを言だから14週、4で割ればいいんだよね。3ヶ月と2週間、うん、あ結構長いですね。パパとママ一緒に撮ってもいいし、うん、パパが最初に撮ってママが後に撮るっていう風に撮ってもいいし、そこは本当夫婦の交渉、そうそう、交渉っていうか話し合いですね。パパとママ合わせて14週間なんですか。パパだけだ、パパだけ全体で50、お給料の 100% をもらいながら育休を取る場合には、59週間で、その中の14週は父親にしか取れないっていう、うん、だから父親が取らなかったらその14週は育休取れないんです。あ、じゃあ損なんですね。取らないと逆に。取らないと損だからみんな取るっていう、うん、へー、はい、制度。じゃあ他に制度的なところとかでは、まあ、そんな感じか。あと、でも制度じゃないんだけど、うん、あっちは絶対結婚しなきゃいけないっていうのがないから。ああ、うん、結婚しな、どういうこと、どういうこと。結婚しなくても一緒に住んでもいいし、子供を産んでもいいし。へえ、なんていうか事実婚。ああ、でもなんか聞いたことある、あっちって結構離婚率が高いんだ。すごく高い。へえ、それでも育休取れるんですか。え、それって、あ、そういうことなんですか。取れます、うん、結婚してなくても。へえ、なんか日本と全然違う。なんか日本だったら結婚してないと絶対ダメって感じですよ。へえ、じゃあなんか、その中でその3つが結構違うなって、うん、へえ、じゃあ少子化対策とかにもなるよね、そういうので。へえ、あとなんか税金とかもなんかすごい高いイメージとかあるんですけど、うん、高いの。高いの。え、でも、え、何週間いたんだっけ。1週間。1週間だけ。買い物とかするときちょっと躊躇とかしませんでした。あのハンバーガー屋さん、あ、めっちゃ高かった。そう、マックがあったんです。マックあったの、うん、セット、ドリンクとのセットで2000円くらいした。2000円あ、そんなにした。え、でも3倍したマジで。サイズと一番安いハンバーガー。マジで、はい、日本だったらチキンクリスプ10個とハンバーガー10個買える。食費は高かったですね。食費、うん、ちょっと大変。で、それも、それ、そのプログラムってちなみに自腹？
部負担。一部負担、へえ、うん、食費とかは自分で、あ、はい、ちょっとなんか大変だった、ね、ちなみになんか一番美味しかった食べ物とかは。あ、美味しかったもの、1週間ずっと私たちの世話をしてくれた森口さんという通訳の方がいらっしゃったんですけど、その方のお家で食べたノルウェーの郷土料理、なんていうものだったっけ、名前ちゃんと名前があるやつなんですけど、煮込み料理、羊の肉、羊、はい、そうそうそう、あ、うまそう、野菜いっぱいゴロゴロ入った、あ、いいな、煮込み料理が美味しかったです、みたいな感じ、ちょっと話が脱線しちゃったんですけど俺がさせたんですけど、あとでもなんかそういうのって結構外国とかだとなんか文化の違いとか考え方の違いってすごく影響してるかなと思うんですけど、あっちの人ってどういう考え方でそういうことやってるんですか、考え方って、なんか聞いた話とかでなんか、あ、こういう考え方日本と違うわっていう、なんか他に個人に対する考え方が全然違ったなと思いますね、はい、個人っていうのは、まあ、それぞれ自分自身ということなんですけど、なんだろう、日本だとこういろいろ世話を焼いてやってあげることがいいことって、されますよね。ただ向こうではやってあげるっていうことはその相手ができないことっていう、認めてるってことだになってしまうんですか。なるほど、はい、あ、なんか自立に関する考え方が基本的に違う、自立に対する考え方ですね、その象徴的だったのが、ある会議で、お茶を出されたんですね、お茶を出された、でもこう一人一人にお茶をコップで出してくれるわけじゃなくて、テーブルの真ん中にドンとおドンとティーポットと、あとお湯と、あとお茶菓子と置いてあって、飲みたい人は自分でセルフで自分で入れてねっていうような感じで、ケーキもホールで出てきて、食べたい分だけカットしてね、そうそうそう、自分が食べたい分だけ、ちなみにどれぐらい食べたんですか食べた、これぐらいすごくその時甘かったんですね、ケーキが甘いのなんかあっちは、砂糖をご飯に使うっていう文化がないんですよ、煮込みにお砂糖を入れたりだとか、そういうご飯にお砂糖を入れずに、なんだっけ、お菓子でお砂糖を食べる文化があるから、へえ、すっごくお菓子が甘いんですよ、そうなんだ、へえ、じゃあ日本のような生姜焼きは食べられないということですね今日の朝食べたからさまあそんな感じで、まあちょっと次のテーマに移ろうかなと思うんですけど、まあちなみになんかそういういろんな、まあ一応1週間経験してきたと思うんですけど、その中で日本に帰ってきてからなんか変わったりだとか、まあこれ今まで半年経ったわけですけど、これやってきたとかそういうのがあれば教えてもらいたいんですけど、どうですか、何かありますか、WMC やってきたこと、何か言いますか、トリプル MC、 そうですね、やってきたこと、私は就活を、はい、去年の12月から今年の4月までずっとやっていてました、やっていました、あ、ってことは決まった、まあ、決まった、あ、おめでとうございます、すごいすごいすごい、おめでとうございます、就活をやっていました、で就活ってでもなんかやっぱりその男女雇用均等とか、そういうのは、そういうのとかなんか感じたりとかどうだったんですか、結構大企業では女性の採、女子学生の採用にこう積極的なのかなっていう雰囲気はだいぶ感じましたね、あ、積極的だったんですね、そうですね、女子学生向けのイベントで、活躍してる女性職員の女性社員の話をこう聞かせてくれたりだとか、女子学生向けの特設のサイトなんかを設けて、そこから情報をいろいろ与えてくれたりとかですね。特設サイトって何書いてあるんですか、女性社員の一日みたいな、いや、そう、なんか大学の生協で配ってるようなあれとかじゃなくてなんかさ、何コマに入れてさ、なんかあ、そういう感じ、そういう感じ、なんか月曜から日曜まで、その中でどんな感じ生活してますみたいな、そうですね、こう、
家事との両立だとか、もちろん子育てをしながら働いている人は、あ、そういう人も、はい、あ、こう出社前に保育園に子供を預けてみたいな、はい、そういうの、そういうのもこう情報として入ってます情報として、はい、その中で一番良さそうなところに入ったりとか、いや、そ、特に特に、はい、じゃあのんちゃんは、知り合いの先輩の紹介で仙台街歩きっていうイベントに参加したんですよ。おー、まあ、ここにも出たことがある佐々木理香さんですね。そうです、理香さんの、イベントに参加して、実際に女子目線で仙台の街を歩いてみようっていうのをやった時に、この道はヒールだと歩きづらいだとか、あと女子って大人数でいるともう話があっちこっち飛ぶんですよねあそこ行きたい、あれ美味しいとか、もう話が散漫してるのが逆に楽しいから、みんなで街を歩いてそういう風に散漫するけど、でもまた戻ってみたいな感じで女子の意見を合わせていこうみたいな感じで、それすごい楽しそうだね。めっちゃ楽しかったなんかね、なんかね、これ打ち合わせ前あったんですけど、打ち合わせの方がなんかね、ちょっと盛り上がってるんですけど、やっぱ僕いるせいですかね。ちょっとなんかやっぱ女の子的な方がいいんですかね。女装、やっぱ女装してる。やっぱそれが必要かな。じゃ喋り方少し変えたりとかした方がいいですか。なんかそれ 何が楽しかったりしたんですか、それで。普段女子目線というよりは、普段私たち街っていうのは1階の自分の目線からしか見えない建物の中身しか見なくて、外側からしか見なくって、だからこそ、いろんなことに興味がある女子だから、あえてビルの2階以降に入ってみようとか、2階以降、そうそうそう、あとは美味しいご飯屋さんに行っていっぱい写真を撮ろうとかっていうのをして、すごく楽しかったです。女子っぽいねちなみにおすすめのところとか見つけたんですか。おすすめのところ、うん、一番暑いなと思ったのはやっぱりいろは横丁ですよね。いろは横丁、へえ。あそこ結構カフェ多いんですよ。カフェ多いの、うん、多いの？多い、多いの？見たこと、なんか通ったことしかないんですけど、いや意外とおしゃれなお店ありますよね、うん、ありますね、そこ飲み屋さんのイメージが、そう、私もそうだったんだけど、その時初めてカフェが多いってことも知って、実は今日もいろは横丁行ってきたんですよ。なんで？私の誕生日プレゼント買いに雑貨屋さんにチューリップっていうお店に行って、友達にプレゼント買ってきたんですけど、そんな、雑貨店もあるんですか、いろは横丁？知らなかったいやなんかいいね、なんか僕多分何回もあそこに通ってるんですけど気づかなかったんで、多分男目線なんでしょうねっていうのもあったし、あと、それ以降やってきたことといえば、学年が上がって今、社会系の勉強をしてるんですけど、障害学習論とか、あと家族論とかっていう、どん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 その女性の家族目線とか、っていうのを今習い始めたところです。習い始めたところでもなんかここ面白そうだなと思ってるのは、やっぱそこら辺家族論とか、家族とか女性のその一生の生き方みたいな。ノルウェーに行く前からそういうのには興味があったの？MC が2人になったいや、いいね、いいね、この感じやってこいよいや、いいよ、いいよ、すげえ、すげえ、いいよ、いいよやろうよ、こんな感じで3人でやってもらってもいいんだよ、別に、すごく興味はあって、もともと高校が女子校だったので、女性から、女子目線の社会にいることが多くて、だからこそ女性がもっと過ごしやすい世界というか世の中はどうなんだろうって思ったこともあるし、私がお母さんになった時になんかちゃんと子育てができるのかなっていう不安から、ちゃん今の制度を変えてほしいなっていうふうにも思ったし、制度ってちなみにさっき言ったみたいにノルウェーな感じ、ノルウェーみたいな感じしてほしいってこと？でも日本も結構制度はちゃんとしてるはず
捨てるはず。無休暇もあるし、あるし、うん、でもなんか使われてない、そのなんかあってもやっぱ会社で使いにくいみたいな話とか聞くんだけど、うん、そういうこと実はあるのかな、うん、どうなんだろうね、うん、あると思う。うん、なんかそういうとことかね、なんか文化的なところで直していきたいですよね。でもちなみにそのさっきなんか、まあ、学問的な話をしたけど、実はなんか、まあ、千秋さんとですね、結構話した時に、あの時はなんか震災後のジェンダーとかについて少し論文とか書こうかなと思ったんですけど、今ってそれどうなったんですか？あ、そうですね、もともとジェンダーに関することを研究していて、卒業研究でもやろうと思っていたのは変わらないんですけど、やっぱノルウェーに自分たちが行ったのをきっかけにちょっと方向性が変わりましたというのも、あの自分たちが行った海外研修みたいなのは、全国の各地だ各団体で行われているっていうのを知ったんですよ。あ、その基金みたいなのが仙台市以外にも例えば他の市町村とか県とかであるってことですね。はい、基金というか1960年、60年、はい、だいぶ昔にこう国の制度化され、国の予算で行われるっていうことになって、もう廃止されてしまったんですけど、文部科学省の推進事業として行われていたんですね。そうなんですね。はい、前の東京オリンピックが行われたぐらいにもすでにあったと。そうなんですよ。へえ、はい、60年、うん、例えばこう沖縄県でその観光業に関わる女性が、海外の、うん、あの海外に行って、そこで学んだことをちょっと地域づくりだとか、その沖縄での観光業に生かしたりだとか、うん、そういう、うん、事業もあった。あった。あった。そういう事例をいっぱい今調べているところです。なるほど。はい、ありがとうございます。てなところで、何か質問ありますか？いすごい振り方をした。あの、ま、そろそろですね、まああのソーシャル、なんかそのまあソーシャル、ソーシャル、なん違う、ソーシャルストリームの方のね意見を拾っていきたいかなと思うので、はい、そうダメダメ MC ですいません。なんか最初に出てきたのがね、もはや MC という概念がいらないんじゃないっていう、その方がガールズトークっぽいって言われてちょっと今へこんだんですけど。さけちゃさんは何ですかこれ、いきなりノルウェー話が来て焦り始めた。まあいいや、で、まあこれはあれですね、なっちゃんさん、日本も男の人の育児休暇って制度としてあるの、使おうと思う男の人って少ないんじゃないかな、しかも事実婚でも育休使えるってすごいって思って、いやこれすごいっすよね。だって俺もなんか使えるかなと思ったらちょっと分かんないかな。うん、日本はどうなのかが分からないね。その配信の裏の男の人は使いたいと思いますかっていう振り方をしてしまうんだけど、育休、育休、育休、あああったら全然使いたいなあんまり俺家庭を持つってイメージがなかったり、子供ができるっていうのがまだリアルじゃないから何とも言えないけれど、でもなんか日本って一回立ち止まったらもうなんか進んでいけないというか、昇進できなそうなイメージはちょっとあるから使いづらいのかなとは思いますね。そうだよね。取れません。取れません。雰囲気的に取れない。雰囲気的に。制度的にはあるけど。やっぱその空間とか人々の圧力っていうか、お前なんで休むのみたいなとこから取れないんじゃないかなとは。女性が昇進しにくいとかっていうのもそういうのから来てるから、やっぱり男性だともっとなんですかね。っていうのもあるし、やっぱりどうしても子育てをするにあたって子どもの体調ってわからないじゃないですか、いつ風邪をひくとか、そういう部分で休みを急遽取らなきゃいけないってなった時に、やっぱり会社側のリスク負担が大きいのかなって。で、あとは女性がその例えば育児休暇で何ヶ月か休んでしまった時のその穴は誰が埋めるのか、で誰か埋めてしまったらそのまた自分が戻ってくる時に入る場がないんじゃないかなっていう、っていうリスクがあってなかなかそれができないんじゃないかなって。なんかノルウェーみたいにみんなやってれば
そのなんか同じ感じやるけど、日本とまだそういう人が少ないから、多分余計入りにくいんだろうなって感じですよね。なるほどね。まあそんな中なんですけど、なんか打ち合わせでも言ってなかったんですけど、これからしていきたいこととかって聞いたりもしていいですか？どうぞ。していきたいこと。していきたいことはあと研究でもいいけど、はい、今どんな感じなんですか？なんか研究とかどこまで進んだりとか学んだりとか。はい、そうですね。研究だと、うん、さっき言ったような全国の海外研修の事例を今情報を集めている段階なので、うん、これからは実際にその人たちに声を話を聞きに行きたいと思ってます。はい。そう。こう。それぞれいろんな問題意識があって、うん、海外研修に参加して、うん、そこで何を学んできて、それがあの帰国後どう生きたのかっていうのを。あ、はい、それ海外研修って全部ノルウェーの事例とか。いえ、もうノルウェーに限らず、限らずいろんなことで、はい、ですね。やっぱなんか海外に行くって全然違いますよね。そうですね。ちなみに、あれ、この間イギリスに行ってきたんですか？あ、イギリスロンドンに行ってきました。何してきたの？まあちょっと息抜きに。息抜き。なんかロンドンまた違ったりしました。そうですね。うん。ちょっとロンドンの話が来ると思うので。ただ就活をしてたら、すごいこう自分の考え方が狭くなってしまって、こう辛くなって。辛くなって。大きな世界を見に。大きな世界を見て。はい。ロンドンでかかった。ロンドンでかかった。はい、はい、じゃあ感じで、はい、もちろんどうですか。うん、私実はノルウェーに行くことになったきっかけが、行くって言われたからじゃあ行くって。おお軽いね。軽いっていうただ単の紹介であって、全くその千秋さんみたいにジェンダーについて調べたりとかは今までしてこなかったために、知識が全然ないな。だからこそ今社会学系の授業を取って、かつ自分の興味があることができているから、どんどんそうまずは知識を増やしたいなと思ってます。でその知識を増やして、結構その外国と日本とのジェンダーっていうのは全然違うけど、逆地方と都心の女性に対する考えっていうのも全然違うんじゃないかなと思った時に、じゃあやっぱ日本国内の女性に関する皆さんの考え方っていうのもちょっと調べたいなと思ってます。ちなみになんか都市と地方どんな感じで違ったりするんですか？なんかそれこそさっき千秋さんの就活でちょっと聞いてたのが、やっぱ地方と都心の就職先の女性の雇用の仕方とか、あ、考え方が違うんじゃないかなって。うん、確かに大企業だとさっき言ったように女子学生の採用に積極的だなと思ったんですけど、小さい規模がある程度大きくないとそういうのはないのかなと思って。あ、確かに、ね、中小企業とかだとまだまだまだ、はい、まだまだだと思いましたね。で地方だとそういう中小企業が多いので、そういう意味では、そうか、まあね、なんかそうなんですね、はい、いやなんか想像してたら確かになんかそういうところとかあるのかなと思って、やっぱりなんかなんだろう、昔の会社とかすごいそういう小さいところの方がちゃんとなんか事務とかそういうことは女性の人で、例えばなんかすごい力仕事は男の人みたいな、確かにあるのかもしれないですよね。なるほどね。ということで、だいたい、あ、そうだ、もう一つ聞きたいことがあった気がする。気がする。何でしょう。そういえばそう、なんか、そう、なんかタレントとかやり始めた。ああ、タレントしてます。それとかを活かしたりとかしないですか？あ、したいですね。したい。うん、実は今私サイズっていう芸能プロダクションに所属させていただいてるんですけど、そこは女性限定の事務所なんですね。でなぜかっていうと、地方って結構男性タレントいらないんですよ。お？マジか、マジか。仕事お前何なんだよ。あんまりないらしく
だとアイドルみたいな感じで可愛く、例えばなんだろう、なんだろうな、例えば私名取市閖上出身なんですけど、閖上の赤貝はすごく銘柄食べてきさいんとかいう風な感じで、女の子が可愛いっていうの、やっぱ可愛いんだけど、男の人がこれ美味しいからっていう感じで、いくらなまってもなんか、って感じで、やっぱ女性の方が多いみたいで、ありがとうございますって感じですけどね。お話聞いてどうでした？うん、いやでもちょっと今の話なんですけど、うん、あのイケメンがその地方のなんていうの、マスコットキャラクターじゃないけど、なんだろう、あの福島県のいわき市に、うん、あのハワイアンズあるじゃないですか、うん、あれのファイヤーナイフダンサーがすごい、うん、あの地方を盛り上げてるのとかもあって、うん、だから男性のタレントとしての就職先も地方であるんじゃないかなって。フォローだ、フォローの人だ、フォローの人だ。すげえ。あ、でも仙台だったら、でも伊達武将隊とかあるじゃん。あれとか、頑張ってるんじゃないですかね。でも、うん。でも女性の方が確かに可愛い。可愛いね。可愛いし、アイドルっぽい。そう、食いつくよね。うん、そっか。そっか。なんかちょっとね、何に落ち込んでるんですか？何に落ち込んでるんですか？いや、なんかすいません、あのなんかすごい綺麗な女性方に囲まれて、俺は何なんだろうって今ちょっと思ってしまって、まあ、需要ないかなと思いつつ。男子目線も必要。あ、ありがとう。慰められる。って感じで、なんかでもさっきその、まあ、まあ、ノルウェーで一応ジェンダーのことについて今日テーマで話そうみたいな、まあ、感じなんですけど、4個ほど、すいません、あ、ソーシャルストリームを見ろというカンペが来たのですいません、そちらの方にちょっと移りたいと思います。ん、どこだ、ん、どこだ、うんうんうん、どこだ、探そう探そう探そう、地方に男のモデルはいらないから来て、おお、どこだ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 、すいません教えてください。まず、ケイタ佐藤さんから、はい、前に話が出てたかもしれませんが、あの震災後のジェンダーって具体的にどういう話ですか？あ、それについても少し話していただいてもらっていいですか？はい、例えばこう、避難所で、うん、女性がたくさんいろんな困難に直面したっていう話を聞きましたね。うん、はい、うん、例えば、例えば、あの更衣室がないとか、あ、体育館のようなところにこうみんないっぱい人がいるわけじゃないですか、うん、それで男の人と寝る場所が一緒なのは怖いとか、あ、うん、そういうところですか？そういうところですよね、はい、うん、うん、同世代の友達、同い年の友達がやっぱし体育館に避難した時にどうしても女性生理用品が受け取りにくかったりであったりとか、あと、やっぱ子どものミルクとかが全然もらえなかったっていう話も聞きましたし、それこそさっきの更衣室も全部が男女一緒っていうところでストレスを感じてた人が多かったっていう話は聞きました。うん、うん、ありがとうございます。って感じですけど、ちょっとなんか僕のちょっとスマホでそのハッシュタグのやつがちょっと出ないんですけど、その質問のやつ、他のやつちょっと教えてもらってもいいですか？パソコンはどうした？あ、パソコン、多分それ開くに時間かかるからごめん、ちょっと、じゃあ、ね、いくつか、一番その仙台の、まあ仙台のじゃない、日本の女性とノルウェーの女性で一番違うと思ったところはどこですか？自分に対しての自信？自信。自信？めっちゃある。めっちゃある。なんか私の勝手なイメージなんですけど、女性、日本の女性っていうのはやっぱ一歩引くのが綺麗な女性だっていう感じで、なんか例えば旦那さんを立ててあげたりとか、あと私が我慢すれば、まあ、家族が
平和になるとかっていうふうにちょっと私を、うん、女性を一歩引かせた風潮がある気がするんだけれど、ノルウェーは、例えば難民者がいる、これはどうにかしなきゃいけない、じゃあ私がどうにかするって言って政治家になった女性とかがいるんですよ。あとは、60歳の方が年なんて関係ないわっていうふうに言って新たな人生を切り開いたりとか、そういうふうに自分に自信をすごく持ってるなっていうのは感じました。どうでした？そうですね。まあなんか未だに緊張が解けない。でも何がそうさせるんですかね、日本との違いというか。もともと女性ってそのなんだろう、底辺に置かれてたっていうか、なんだっけ。もともとは。さすが。もともとは。もう。なんていうか男女さ、うん、女性は差別されてたらしいんですね。それをノルウェーって独立国なんですよ。独立国。そうなんです。なので、本当はノルウェーの男性も差別されてたんですね、一時期は。あ、人として。でも人としてのさらに女性としてさらに差別されてて、っていう部分で国が独立してノルウェー王国として頑張っている時に、じゃあ女性も頑張らなきゃってことで、一番下である私たちがこのノルウェーをどうにかしなきゃいけないってことで立ち上がったっていうのは聞きました。そう、なんかその、まあ、配信前の打ち合わせで結構そのジェンダーについてなんかまあ結構学んできた手で話そうとしちゃうんですけど、今日人権みたいな話、そうですね、じゃあそこら辺、私たちもこう男女平等の現状を勉強しようというような感じで行ったんですけど、ちょっとその視点はちょっと違ったかなと思ってますね。というのもこう子どもの人権、あと障害者の人権、あと性的少数者の人権だとか、その中の一つとして女性の人権があるという感じですね。だから全ての人がにとっての住みやすい社会を目指した結果、女性にとっても住みやすい世の中になったというようなイメージを受けました。住みやすい世の中、はい、ということでですね、まあ、実はこの後の、ね、プログラムなんですけども、まあ、このお二人に今日話をしていただいたんですが、ディスカッションをしようかなって思っております、はい、のでなんかここにいる皆様も少し話に加わってですね、まあ、その人権っていう話が出たんですけど、みんなより良い住みやすい世の中を作るためにはもうちょっと例えばその性差とかそういうのなくしたりとか、あとやっぱここら辺とか行きづらいよねとか、そういう世の中で感じるとことかを話していきたいと思いますので、よし、みんな来たい人集まれって感じでお願いします。そういう感じであります。入りたい、どうぞ入ってください、入ってください。でも椅子を持ってちょっと来てみてください。あのね、これなんか前は結構その IFIM の最初の頃ってあのなんか配信中にアフタートークみたいな感じでこんな感じで入ってたかなと思うんですけど、それをちょっと思い返してみて、今日はやりたいと思います。はい、イエーイ、イエーイ。もうなんかここ座ったの、ここソファーお邪魔してください。お願いします。じゃあ今来た方自己紹介。あ、はい、学院第3年の長谷川。3年じゃない。学年上がったよね。もうね、大学生が楽しすぎてちょっとサボ読んだんですけど、今4年やってます、長谷川です。よろしくお願いします。東北大学文学部4年の金森夏実です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まあ今来た2人になんですけど、少し聞いてた感想というか、俺は聞いててなんか女子がっていうところで、さっき伊藤さんが言葉に詰まったのが結構印象に残っていて、生きづらいのはどうしてかなって考えた時に、
ちょっとゼミで文化人類学を専攻してるんですけど、うん、その時に日本っていうのは昔からその父系社会っていって家の存続がすごく重んじられてきていて、そのために女の人はその、まあ、子供をどういう風に作ろうか、男が何人女が何人っていう話で途中で産みすぎたら間引きしたりとかそういう話をやってて、ただその今って少子化が進んでいて、で国家のためにたくさん子供産もうって言っても僕たちとしては意識全然ないじゃないですか、うんうん、でましてや最近その重んじられていた家の概念みたいなのもまあ僕はなんですけど全然ないなと思っていて、じゃあどういう時にそう子供を産んだりとかあの女の人たちがこう生きやすくなるのかなみたいなのをその家っていうのを取っ払った時にどういう社会を作るべきかなっていうのはすごく関心があります、うん、超真面目になっちゃってやばい。いいよ。あんま出してないからねこういうの普段。うん、いいと思うよ。こんな真面目な人、うん。そんな実は真面目でした。いいと思います。いいみたいな感じですけど、じゃあなっちゃんどうでしたか今日聞いてて。私ちょっとジェンダーとかそういうことそういう分野に関しては今までちゃんと勉強したことなかったんで、どうして今日の内容わかんないかもなって思ってたんですよ最初。でも話聞いてて私の実家って結構多分みんな古い考えの人が多くて、うんうんうん、やっぱり女の人父親もそうだし祖父祖母の方も、うん、多分女の人が一歩引いてっていう感じなんですねやっぱり。でそういうのすごい影響も私は受けてて今就活してますけど、なんかもし今働いてこんな頑張って仕事見つけたのに結婚するってなったら仕事どうなるんだろうとか、そういうのはすごいやっぱり考えるし、母親見てるから専業主婦がいいのかなとかそういうのも考えたりするとすごい身近なことだったのかなって今思いました。なんか知らないことだなって思ってたんですけど、なんか割と身近なんですよね全部、うん、近いとこにありますよね。あと俺がすごい一つ聞きたいのは、うん、女子って損だよねみたいな、日本で生きづらいよねって話してたんだけど、個人的に女子として得したこととかも結構多いと思うんですよ。それ超聞きたいなと思います。でも実際、うん、女の子だからいいけど男の子だから頑張れよみたいなものとかってありませんでした？あ重いもの持てない問題とか、瓶の蓋開けられない、マジ無理みたいなやつも、毎回男なんだから頑張れよって超言われるっていうのはある。そう、あと他に何かあるかな。あるある。男と女の涙とか結構ついてくるんですか？あ涙、あざとさを見た。泣くの？泣くときは泣く。おお。泣きますよね。割とあるよね。男の子だから我慢しなさいって言われるフレーズとか。あと女の子が泣いたら、あの男側としてはマジどうしようみたいな感じになるパターンとか、男は勝手に流しときゃいいんですけど、うん、そういうとこはすごいありますね。そういうなんか、男なんだから泣くの我慢しなさいっていつから言われてきましたか？いつからだろう。いつからだろう。もう物心ついた頃にはね、言われてたね。俺めっちゃ泣き虫や。そうだったの？割とね、弱い男子です。小さい頃の長谷川は。そう、弱小です。へうん、菊池とかあんまり最近ね、いやね、最近むしろ泣くようになってきたね。最近で泣くようになってきた。なんかあんま恥ずかしさがなくなってきた。そう、うん、割とね、いろんなことに感動して最近僕は泣いております。昔はやっぱ男だから泣くの恥ずかしいみたいなのあったんです。なんかすごくかっこ悪いだろうなと思ってた。なんか嫌だよね。 今恥ずかしそうじゃない？いやそうかもしれない。結構見えっぱりだから。でも不覚にもこう男泣きみたいなのはあるけれど、すげえくだんないことだったら大体こらえてることはあるかな。そう、なんで私がいつからそういうこと感じましたかって質問したのが、結構親の育て方によってジェンダーも関わってるんじゃないかなって。あるかもね、思ったんですよ。まあ親っていうか社会でもあるんですけど、その一緒にノルウェーに行った福島大学の人が、なんかジャグリングとかそういう子供たちを楽しませるサークルに入っている人がいて、風船で、まあ、お花とか動物を作ってあげる時があって、で
すごく子供たちがわーって寄ってきた時に、必然的に女の子はじゃピンク渡して男の子には青渡してっていう風に。でももしかしたらその女の子は青が好きだったのかもしれないし、勝手に私たち成長したちょっと上の人間が男は青、女は赤っていう風に勝手に色の識別とかしてるんじゃないかなと思ったら、やっぱし、まあ、親とか私たちちょっと上の人間が勝手に刷り込み教育っていうのをしてるんじゃないかなって、うん、そこからジェンダーも始まってるんじゃないかな。なんか最近だとランドセルの色とかも、なんかね、なんか好きに選べるの最近。なんか本当に女の子でも黒とか、うん、青とかの子もいるし、茶色とか。そう、むしろね、色こだわらなくなってきたんだよね、最近。だいぶ私の世代はまだほぼ女の子赤で男の子黒だったんですけど、今の小学生見てると本当にカラフル、あんまり気にしてないと思います。なんかそういうの最近多分増えてきてはいるのかな、日本でも。うん、かもね。なんかあとかけっことか、かけっこ順位、そうそう、順位もなんかあるか。なんかあれ、なんか男女混合でやったりとかしないですか。ああ、俺のとこそうだって。元から男女一緒だった。え、嘘。小学校時代はタイムでこう振り分けられて、なんか女子がいるところもあれば、まあ、男子だけでこうめっちゃわーってなるところもあればって感じだった。そうなんだ。え、それなんかあった。いや、別々でした、ね、別々だよね、男女別々だよ ね別で、大抵の場合男子とか出席番号とか多分最初は男子の次が女子だったんですけど、多分私が小学校の途中ぐらいから男女混合になったはずですね、出席番号順が。私ずっと混合でした。俺は多分ずっと、ああどうだった、ずっと混合だった気がする。これ途中で変わったな。でもね、変わったのがね、多分ジェネレーションギャップなくて、生まれ順とあゆえ順って変わったっていう。あったあったみたいな。あったかな。それもあった。うん、それ小学校と中学校で変わった気がする。あ、マジで。それはあるかもね。って感じで、ちょっとなんかソーシャルストリームの方に書いてあるんですけど、まあ、ポツネンさんからで、女性が不遇なのはそれによって守られることが一つでもあるからじゃないかなって意見が来てるんですけど、これすげえ難しい問題だなと思うんですよね。え、誰が何を守ってるって。多分なんかそのなんだろう、多分なんかね、なんかね、想像できるんだけど今いい例が思いつかないんだけど、例えばなんだろうな、女性が多分そのまあなんかその制度とかがあることによって、じゃあこれで守られるとか、例えばなんかさっきのノルウェーの例とかでも、例えばなんかクォーター制とかってあると、まあ、こういう結構平等の話とかになってくると思うんですけど、やっぱその4分の1入れましょうってなると、とても能力のある男性でもまあ落ちてしまうとか、あ、これ多分不遇の話じゃないんですけど、多分そういうところとかがあるのかなって感じがするんですよね。なるほどね。本当に、あ、なんだろう、本当に平等であるはずなら4分の1とか考え、そうそうそう、考えなく本当に能力だけで選ぶべきだけど、女性の方が下っていう概念があるから、どうしても4分の1って決めないと入れないみたいなことですよね、多分。ただそういうことなんだよね。うまく言えないですけど。でもそれで言うと、その規約みたいなやつには女性を4分の1入れなきゃいけないとか書いてないですよ。他の性別の人が4分の1入る。他の性別の人が、女の人が4分の3で男は4分の1っていう法律のちゃんと条文の作り方が。そうなんですね、そういうことか。そうだからこそノルウェーはその逆、女性が4分の3に逆にしたいねっていうふうに言ってる、国会議員を。そう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 。へえ。でもなんかこっちもなんか日本でも結構男性がなれない職業ってないですか。慣れない職業、最近減ってきてると思うけどね。てか名前変わりましたしね、結構看護婦から看護師とか。看護師とかね、友達保育士と看護師はいるな。慣れないやつ、アイドル、アイドルはでもアイドルはジャニーズがあるから。ジャニーズがあるね、某事務所がね、頑張ってるから、結構前から御三家とかもあったね。あるね、なんだろうね、メイド？羊がいる。羊か、難しいね。難しいの、最近なくなってきてんだろうね、きっとね。いろんなもので。
なんか最近あの街中歩いてると警察官の人とかもたまに見るけど女性の人増えてるなってイメージがある。バスの運転手さんも女の人たまにいますよね。いる。タクシーの運転手さんとか、地下鉄の職員もいるし、やっぱ徐々に変わってきてるっていうか、でもなんか今話してて気がついたのが、でもなんか僕たちって多分、まあ、大体1990ちょい年ぐらいじゃないですか、うん、だからなんか結構そのちょっと分かれてたっていうか、ちょっとなんかそういう区別があった世代を知ってるってことですよね。うん、なんかねそれがちょっと感動した。あ、見つけた。ん、受付所。 あ、うん、あれって確実に窓口だし、ガチで女売ってる感じじゃないですか。売ってるって言い方。だって入り口で俺いたら嫌じゃないですか。まあ、絶対。そうそうそう。見つけた見つけた。でもそんな感じだよね。そんな中でも慣れるやつが増えてきてるねっていう話で、うん、ごめん、水差した。めっちゃ今水差した。今見つけたのが嬉しくて嬉しくて。もう誰かに伝えたかった。ちなみにこんな男性がいたらどうですか？いいと思います。大丈夫です。もうこれでね、枕濡らして寝れるね。ね。ね寝れないわ、今日は。寝ようね。うん、そうだね。うん。うん、かなりもっと遡ると全然違うらしいな。え、70年代とかになると、うん、女性も蚊って書いてある。あ、女性も蚊。あの、うん、そもそもとして、募集要項に女性も蚊って書いてあって、うん、ただし容姿端麗って書いてある。ただし容姿端麗？えぐいな。あ、じゃあなんかあれか、イケメンに借りると一緒か。そうか。ただしイケメンに借りる。それがマジであったらしい。70年代は。仕事で？90年生まれとかの人たちはもう多分そういうの知らないよ、うん、あっていうのはあるかもしれない。そうだね。今後どうなっていくんだろうね。もっと進むのかな、ジェンダーって。逆は俺すごい気になるのは、めっちゃ働きたい女の人がいて、なんか主婦とかそういうのを認めるかというか、なんかなってても大丈夫なのかなっていうのは気になる。やっぱり男は働くもんだと思われてるところって強いんじゃないのって。それちょっと個人的にみんなに聞きたいんだけど、やっぱり男の人は働いてる方が良いと思う。 あるでしょ。実際問題、やっぱ女の人がいないと子育て難しい場面ってすごい多分あって、まあ、特にあのまだおっぱい離れてない時期とか、だからそういうの考えると男の人だけもきついんだろうなって思うかな。なんかね、それなんか前聞いた話があって、逆に育休をちょっと取りすぎちゃって、それがなんか離婚の原因になったみたいな、なんかみたいな感じになって、あまりにそのずっと仕事をしていて、でやっぱ家にその3ヶ月間とか取ると、逆にその育児の労働っていうか、やっぱ生活リズムが狂っちゃって、それちょっとなんか奥さんとも少しちょっと合わなくなって、それで結局離婚しちゃうとか、なんかそういうのもあるから、一概に、ね、全部正しいっていうか、多分そういうのも言えないのかなって、聞いてて思いましたね。あとなんだろうね、だからあと例えばやっぱりなんか越えられない壁ってあると思うんですよ。あの子供産めないんですよ、僕どう頑張っても。それはあると思う。なんか、ね、そこら辺を考えたちゃんとしたジェンダーとかにしないといけないと思うんですけど、どうすかね。どうすかねっていう言い方だけど、それは思いますね。やっぱ男女平等って言って結構世の中もそういう動きにはなってるけど、どうしても生物的なところは無視できないので、そこを置き去りにしちゃいけないんだろうなと思います。はい、だからこそなんかノルウェーの制度とかでもやっぱりその男性14週間だよね、だからそこではまだなんかやっぱちゃんと考えてはいるんだろうね、ノルウェーでも。そしたらね、どっちも例えば30週とか、でももしかしたらいいかもしれないけど、男の人今14週でっていう風に、まあ、多分考えられてきた多分せいなんでしょうね。って感じで、まああと、じゃあ最後にですね、今日のなんか感想をまあ言ってもらって今日締めたいと思うんですけど。じゃあ
端から端からそうですね、なんかこういうことを真面目に話す機会って今までなかったんですけど、うん、なんだろう、思った以上に本当にさっきも言いましたけど身近だったので、うん、なんかもっといろんなこと話したり考えてるできるなと思ったし、しかも今の日本だとやっぱり現在進行形というか、うん、なんかこれからも多分何かしら変わっていく、制度にしろ状況にしろ変わっていくんだろうなと思ったので、なんか今後もきちんと考えていかなきゃいけない問題なんだなってすごい今日思いました。うん、はい、ありがとうございます。どうですか、ジェンダーっていうものを、勉強として見るんじゃなくて私たちの私生活の問題として考えていけば、何が足らない、何ができてないっていうのがすごく見つかるんじゃないかなって。だからこそ勝手にその女性が不利だっていうものだとか、あと住みにくいなっていうのが考えてポッと出てくると思ってて、だからこそ常にジェンダーとして男はこうだ女はこうだじゃなくて、こういうのもあるんだ、こういうのもできるんだっていうふうに、アンテナを張ってるべきじゃないかなとは思いました。うん、どうですか、はい、ちょっと緊張しすぎてうまくこう伝えたいことを伝えられなかったんですよ今日は。でもやっぱノルウェーに行ったから、こう外から日本を見たからこそ分かったことがたくさんあって、うん、それをもうちょっとこう砕けた場でみんなに伝えられたらと思いました。すみません、緊張しすぎました。今日もっと気楽にアフタートークやりますか。気楽な感じでやるアフタートークっていうのがあるんで、じゃあ次、はい、すみません。日本は結構ずっと男尊女卑っていうか、まあ、長年もうそういう歴史になってるんだなって思ってたんですけど、意外とやっぱり近年変わってきてはいるんだなっていうことを今日いろいろ聞いて実感したのと、あと先進国の中でも日本ってあんまり男女平等進んでないんですよね。だからこれからもっともっと変わっていくのかなっていうふうに思いました。うん、やっぱ解決しないものとかありますからね。ということで長谷川君最後になっちゃったんだけど、俺閉めるの。俺か、まあ自分は男子なので、はい、なかなかその女子が生きにくいとかそういうことを気づくのが難しい立場であるんだけれども、徐々にまあ制度とかは変わってきていて、ただその制度が本当に適しているものなのかっていうのとか、実際にその仕組みがこう浸透するまでの風土みたいなのが日本に徐々にできてきたらいいのかなと思いました。ありがとうございます。最後に素晴らしいコメントでした。ってな感じで、まあ一応、まあ仙台女子会議の方の、まあ、コンテンツ終了なんですが、ちょっと告知があるんですかね。はい、2点ほど、はい、お願いします。はい、まず1個、1つはこっちです。こちらは何でしょう。皆さん、語り場って知ってますかっていうところからなんですけど、知ってます。本当ですか。実はその語り場、NPO 法人語り場が宮城山形でも始まりまして、お、ついに、はい、始まった、あの有名な語り場が。そうなんです。意外といやでも有名ですからね、語り場自体は本当に。そうね、それが今度第1回目、本当はエピソード0として3月に1回行ったんですけど、はい、今度は本当に第1回目として7月に行うんですけど、その時のスタッフを募集していまして、うん、でその時の、説明会を5月11日日曜日1時から4時と、あと5時から8時の2回、こちら5ブリッジの3階で行わせていただきますので、ぜひ皆さん興味のある方は説明会に来てくださいっていうのが一つと、これかぶってるんですね、24時間配信と。そうなんです。そうなんですよ。なので、ちょっと終わったらお邪魔しに。あ、それでお願いします。ありがとうございます。っていうのが一つと、もう一点こっちです。はい、こっちは本当に個別の活動なんですけど、5月24日土曜日、伊達フェス上禅寺っていうのを行うんですけども、こちらで私、
舞妓さんをさせて。お舞妓、はい、舞妓さん、舞妓さん、おいらんって言ってなかったさっき。あれおいらん、わかんないんだけどわかんないんだけど、でもちゃんとした京都の方が来てくださって、はい、ちゃんとした京都の上結子さんとか、あと、うん、お着物を貸してくださって、お着物も20キロあるような本当にちゃんとしたお着物を着させていただきます。それを着て、一緒に花嫁行列だったりとか花魁道中の後ろをちょっと歩かせていただくので、ぜひ5月24日上禅寺が華やかになるので皆さん来てください。かつここ、着物のフリマを行っているそうなので、ちょっと高くて手が出せないっていうのはないです。皆さんお安く買えますので、このタイミングで買って一緒に街を歩いてみませんかということで、素敵素敵、語り場と、伊達フェスぜひ来てください。お願いします。お願いします。ということで、はい、ありがとうございました。 あとあのじゃあ、まあ、あ、パチパチパチ、イエーイということで、まあ、エンディングの方に入らせていただきたいんですけど、はい、お知らせです。来週の、木曜9時からの配信なんですが、こちらの方、来週だから5月8日かな、8日です。8日はちょっとお休みさせていただきます。で、お休みさせていただいてからの、まあ、冒頭に言ったんですけど、5月10日、夜21時から、5月11日、夜9時まで、If I Am 150回記念、24時間配信やります。よっ、よし、まあね、どんなことやるんだろう、参加する人、はい、はい、あれいけたら参加するよ、はい、参加する、まあ、何らかの形で参加 していただければ、もちろんですね、あのここ24時間、今極意でやってるんですけど、もう極意も開放します。生で見てもいいし、まあ、あのウェブ上から見てもいいし、まあ、いろんな あといろいろまだロケとか実は進行中だったりするんで、 If I Am メンバーこれ見てる方もですね、なんか気になる、まあ、企画とかとか、まだ実は24時間埋まってるんですか、企画全部危うい2、3時間放送休止が入るかもしれない、もしいいってなってる可能性あるし俺がな、まあそんな感じで、もしかしたらあなたが持ち込んだ企画を24時間でできるかもしれない。おお、なんて急ななんて急ななんて急なんだなので、あの宛先はここまで、あ、こっちかな、こっちまでくれれば。それに関してちょっと、はいはいはい、お、はい、あ、ちょっとだけ1分ぐらいいいですか。いいですよ。あの、私その24時間配信で実はちょっと今お祭り企画というのをですね、あの進行中なんですけれども、ちょっと東北のお祭りを紹介したいなと思ってるんですが、あのですね、意外と祭り子がいないんですね。祭りっ子、遠くの祭りが好きな方いたらぜひ、イフアイアム金森まで連絡をください。ぜひ出てください。私と一緒に遠くのお祭りについて語ってほしいです、ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあてな感じでいろいろありますので、来週はやらないんですが、ぜひ24時間配信見てください、ということで、今日の149回 If I Am の方を終わりたいと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。多分アフタートークがあります。そちらの方もぜひ見てください。最後まで神だね。じゃあねバイバイ、バイバイ。何度も言うけど24時間配信があるからね、来週の土日は。